定前デラストリートジャズフェスティバルイン仙台。定前デラストリートジャズフェスティバルイン仙台。常前寺、ストリートジャズフェスティバルイン仙台とは、宮城県仙台市の定前寺通りを中心に、仙台市都心部各所の街角屋外をステージに、催される無料の市民音楽祭である。例年、9月第2土日曜日に開催され、前夜や祭りも含めた3日間、市内は、音楽一式となる。 定前デラストリートジャズフェスティバルは市民ボランティアが中心となって運営無料街が舞台装置をキーワードとした都市音楽イベントである仙台市都心部の至る所の街角がステージとなっているため演奏者と聴衆の高さも同じで距離が近くまた買い物ついでに立ち寄れる気軽さも手伝って市民から多くの指示を受け仙台の初秋の風物詩として 毎年規模が拡大している。聴衆は、オープンカフェや、オープンバー、あるいはワールドキッチンなどで供される、飲食物を片手に、自分の好きな音楽を自由に楽しむことができ、聴き方の面でも解放されている。例年、前夜祭りと、本祭二日間で開催され、定前寺通りのほか高等大公園、一番町、西公園、青葉通り、仙台駅、 西口ペデストリアンデッキ、ビルの屋外エントランスなどや、タイアップステージに約100カ所のステージが設置され、700組以上のバンドで4000人以上が演奏する、いずれも延べ数。参加バンド数、出演者数では、日本最大の音楽祭となっており、参加する団体も、北は北海道、南は沖縄県と、日本全国に及び、海外からの出演者もいる。ジャズ、 ロック、ゴスペルなど、ポピュラー音楽を中心にジャンルを問わず演奏されるが、ステージやエリアごとに演奏者の音楽の傾向を集め、聴衆は好きな音楽を選んで楽しむことができるようになっている。また、プロアマを問わずすべての演奏家に出演機会が開放されている。2008年、平成20年は2日間で約75万人の聴衆を集めた。 これだけの観客数があるため、近年、停前寺通りでは、片側車線に交通規制を引いて、期間中歩行者天国としている。また、各ステージを巡回する無料のループシャトルを運行したり、インフォメーションブースを市内に十数箇所を設置したりしている。土日の市内各地の街角ライブの他に、以下のような不随イベントも行われている。1981年、 昭和56年から始まった仙台市営地下鉄南北線の工事に伴い、高等大公園周辺の再開発が進み、バブル景気を追い風に仙台市は大きく変化した。1980年代の仙台郊外では、スポーツランドぐにて、ロックンロールオリンピック、泉パークタウンなどで、ライブアンダーザスカイや JT スーパーサウンドなど、野外でのロックフェスティバルや、 ジャズフェスティバルなどが開催され、青葉山公園では TBC 夏祭りの野外コンサートなどが開催されていた。この時期に当フェスティバルが始まり、拡大していった。常日のように、江東大公園周辺で新たなイベントが始まり、再開発が行われて大きく変化している最中の1987年、昭和62年、 テーゼンデラ通りの新たな顔となった141において、エルパーク仙台を会場にジャズを中心とするライブが始まった。ジャズという音楽ジャンルが選ばれた理由については、ジャズプロムナードイン仙台歴史を参照。このライブは恒例となり、テーゼンデラ通り、テーゼンデラストリートのジャズフェスから、テーゼンデラストリートジャズフェスティバルと名付けられ、1990年、 平成2年の第4回まで続いた。音楽家の坂木原公優の本来音楽は野外でやるものという考えに基づき、仙台港のページェンと期間中に定前寺通りの一角でシンセサイザーのミニコンサートを行ったところ、多数の観客が集まった。この経験から有志が集まって街頭で JJF を開催することを企画し、1991年、 平成3年に現在のような街角、屋外、無料のスタイルで初開催された。また、フェスティバルの名称も屋外で行うということからストリートジャズを一つの言葉と捉え直し、定前寺、通りのストリートジャズフェスティバルから定前寺スリートジャズフェスティバルに解消された。一方、1989年平成元年4月1日の仙台市の 政令指定都市移行に合わせ、89グリーンフェア仙台、全国都市緑化フェアが地下鉄や宮城県庁舎などの工事が終わって、再整備された高等大公を会場の一つとして開催された。高等大公園は再整備により大きく変化し、イベント会場として利用できる市民広場などが設置された。ここに屋台を並べ、大規模なステージを築くことにより、 JSF は停前寺通りから外に向かって仙台市都心部各地にステージを増やしながら広がっていった。当初から仙台市市民文化事業団より助成を受けていたがバブル崩壊後の失われた10年の影響で1995年平成7年オピークに共産、協力企業が減少したため出演者が運営協力費を負担したりボランティアの手を借りたり サポーターズクラブを結成して、年会費を得たりして、JSF の開催を維持するようになった。2000年、平成12年の開催実績から、仙台市を代表するイベントであると市が認め、2001年、平成13年から、仙台市経済局が所管して、直接市から助成を受けるようになり、協賛・協力企業の数も増加するが、規模の拡大に対応するため2003年、 平成15年に運営協力費は値上げされた。年4000万円強の運営費総額の2、3はこの運営協力費と当日会場を訪れた市民の寒波や協賛金によって賄われている。市はお金を出すが運営には口を出さず、現在もボランティア主体で運営がなされているが、運営費が足りないため、JSF 期間中は様々な募金活動も同時に行われている。 仙台市の都市イベントとして、これだけの観客を集める有力コンテンツに育った今でも、市民ボランティアと募金、協賛金によって運営がなされており、商業化はあまりされていない。その方向性は、先行して始まった仙台港のページェントと同様である。他都市や仙台市都心部以外での同様の趣旨の無料街角コンサートに対し、JS 会、または、 定前でデラストリートジャズフェスティバルインという名称でロゴ仕様許可を出している子がある。共催支援イベントでは無料街角コンサートを開催するノウハウの伝授と JSF に過去参加したバンドの圧線などが中心。この JS 会実行委員会の共催活動により仙台都市圏では数々のポピュラー音楽系無料街角コンサートが開催されるようになってきている。なお、 クラシック音楽系の無料街角コンサートは仙台市が主催している。2006年、平成18年は地元コミュニティ放送のラジオさんおよび東北放送の県域放送 AM ラジオとテレビの計算チャンネルで生中継がなされた。また、実力の高い出演者を集めたサタデーナイトジャムを県域放送 FM 局のデート FM が後日、編集放送し、 フェスティバルの模様を NHK が、東北6県ブロックネットで1回、NHK ワールド TV で世界に2回ほど放送した。その他、地元タウン情報誌などで特集が組まれている。東北放送、TBC テレビの生放送の1時間番組のゲスト、NHK 仙台放送局、テレビが制作した番組のゲスト、NHK 総合テレビで、 東北6県ブロックネットのほか、ローカル直送便や BS で全国ネットされた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。